北京国家水泳センターは、中華人民共和国北京市北四環路の北側、オリンピック公園、オリンピックグリーン内に立つ水泳施設である。ウォーターキューブの愛称を持ち、同じく愛称、鳥の巣を持つ北京国家体育場の隣に立つ。2008年の北京オリンピックでは水泳競技の会場となった。2003年4月着工、2008年1月28日、竣工。 北京国家水泳センター基本設計は、オーストラリアの建築設計事務所、PTW が担当し、これに、中国建築工程総工士、中堅国技は、イギリスの技術コンサルタント会社のアラップが加わる、形で設計が進められた。思考は、中国建築工程総工士、全体的に水泡を模したスペースフレームの構造をとっており、外壁及び屋根は、 エット不膜で覆われている。収容人数はオリンピック時には1万7千人で、オリンピック後には6千人に減らされる予定である。建築面積は6万5千平方メートル。建物の大きさは177メートル170。夜間には様々なカラーでライトアップされる。北京オリンピック終了後は2009年10月19日にトレーニングやレジャー目的にも 利用可能な施設を備えたウォーターパークへ改装されると発表され、北京オリンピックから2年後の2010年8月にウォーターパークとして再オープンした。カーリングシートが設置された氷立法2018年12月、国家水泳センターをアイススポーツ施設、アイスキューブに改修する工事が開始され、メイン競技場にカーリングシートが設置された。競泳競技全般に利用される、 国際公認のプール、50メートル25メートルの重コース。水深は3.0メートルでそこに傾斜がない。観客席は1万7000席。飛び込みとアーティスティックスイミングが行われるプール。五輪中のメインプールの後継2008年の北京オリンピックでは、競泳、飛び込み、みアーティスティックスイミングの会場となった。当初は、水球の会場にもなる予定であったが、変更された。 従来のオリンピックで使用されたプールより水深が1.0メートル深いこのプールは記録のですいプールであると多くの水泳関係者からも評判であった。リシもスピード車のレーザーレーサーの水着を着用した選手が次々と世界新記録を連発しているということもあり、北京オリンピックの開催前からこのプールでの多くの世界新記録の誕生が期待された。 北京オリンピック競泳競技では21種目で世界新記録が誕生した。2022年に開催予定の東京オリンピックでは氷立法がカーリング競技の会場として利用される予定。ありがとうございます。